い、皆さんこんにちは、コーダです。ということでスーパーマリオ64続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで今回はこちらのドア開きまして、はい、こちらの沈没船がある、コースやっていきましょう。海賊の入り江ですね。沈没船のお宝、Here we go! さあ、今回は、水中ステージになるのかな。うん、そこのマリオ64のね、水中ステージはなかなかくせもので、まあ、ついにこう、マリオもね、息をしないといけないというね、パワーがどんどん減っていくっていうのもありますし、あとはね、この泳ぎがね、なかなか、難しかったりする？難しくはないのか、なんて言うんだろうな。でもその息継ぎしないといけないみたいなのが結構ね怖いんですよね。待って、これうつぼが出てくる、うつぼが出てくるんじゃない、あ、出てこない、やばいやばい。こうやって一気にパワーなくなるでしょ。でパワーなくなったらここでコインを取って、コインを取って回復していかないといけないというね。さあ泳いで泳いで、泳ぎ方もね、A ボタン連打でもいけますし、あと A 長押しでもいけるんだよね。待って、 これどこだ、私は今これどこにいるんです。あれ待って、これどこに行けばいいんだっけ、今のウツボのところいいんだっけ。なんかそうコースがねなかなか覚えてない。とりあえずウツボのとこもう一回行くか。これが沈没船だもんね。あ、ウツボ出てきてるね。ウツボが出るとここから中に入、中に入れ、中に入れちゃって、あ、怖い怖い怖い、ウツボが怖いよ、子供の時のトラウマ。この中入る、あ、ちょっとちょ、入りたいの、ちょっと入らせて、入りますよ、ようやく入れた。さあこの中に入ると、宝箱がいっぱいあるんだよね。で、あ、やばいやばい、待って、この中プクプクって、待って、酸素がない、よし、空気回復回復、オッケーで宝箱をどんどん開けていくんだけれども、順番だ、これ順番関係あるんだ、そうだ、まずこれ1番目ね、これ1番目、これ最初からやんないといけないのきついよな。よし、1で次がどれだ、これかな、2、あ、合ってるで、3の、オッケー。で、回って、はあ、こっち、よし、4つ目、これで、ナイスで、今のうちに泳いで、どんどん上行くんだ。そう、あのびっくりブロックがスター入ってるんで、今のうちにどんどん上行っとかないと滑り落ちちゃうんですよね。ほっ、よし、行けた。はい。で、これでスターゲット。とはい、21個目、ナイス。結構時間かかっちゃったな。はい、ということで、沈没船のお宝キャッチ、なかなか分かりづらいところにありますよね、さあどんどん行きましょう。続きまして、出てこい巨大ウツボ。そう、今出てきたウツボとはまた違うウツボがねいるんですよ、確かどっかに。とりあえず行くんですけれども、待って、この中に今さ甲羅かなんか入ってなかった、開けてもらえませんか。あ、ほら入ってる。これに乗ることが、あれ乗ることできなかったっけ、多分乗れるんだと思うんだけど、今無理なのかな。あ、そうだ、そしてね、さっきまで沈没してた船がこれで上に上がったんだ。うん、ほら上に見えるでしょ、そう上に上がるんですよ。で、あー、いた、巨大ウツボさん、こんにちはと。これがね、なかなか怖いんですよ。危な、待って、体力がない時に行くもんじゃない。でもこれで出てきてくれるかな、出てきてないね、まだ出てきてないね。ちょっと出てきてもらっていいですか。あー、出てきた、まだか、いや怖え、マジこれ怖え。さあ出てくるか、よし出てきた。そう、出てくると尻尾のところにスターがあるね。これで、あー、今触れてたと思ったんだけどな。さあ追いかけて、スター追いかけて、ゴー、あー、うっそー、やばい、これマジピンチ、まずい。ちょっとそこのコイン取って、そこのコインをとりあえず取って、うーん、だらただあと
チャンス残り1回ぐらいだな。これめっちゃむずいんだよ。あー死んでしまった。うわむずそうだ。これめっちゃむずいんだ。じゃあもう1回いきます。さあ出てくるかな。オッケー出てきました。最初が結構大事、最初が結構大事。オッケー取れた、いけたいけたいけた、ナイス、いけた。やっぱ最初だなこれ。でこれではいゲットと。ふうよかった。っていうことで22枚目もゲット。チャンネル登録よろしくま。続きましては、海底洞窟のお宝。これなんだっけな。あ、さっき言ったところかな。うん、こっちですこっちです。ちょっとそこのところまでスキップします。はい、こっち側ですね。この穴開いてるところ、こっち側じゃなかったっけな。うん、さっき出てあれこっちなんだっけって言ったところですね。でこっちの先に行くとお宝があってみたいな感じだった気がする。ちょっと危ねえ。危ねえっていうかしっかり当たっちゃった。待って、文字読ませて、文字読ませて。OK、勝手に入るな。この洞窟に無断で入る者には災いが訪れる。船長より。船長とは一体誰なんでしょうか。待って、コインゲットよいしょ。まあ、災いっていうかどんどんこの柱が倒れてくるよっていうことなんでしょうね。でもそんなにね、そんなに難しくない正直。あーっていうか言ってめちゃくちゃ当たってんだけどさ。よいしょ。で、ここにお宝があるんですよね。さあこれも、順番が関係あるような気がするんだけれども、一応ここの看板読みますか。はい、正しい順番で箱を開くことを答えは誰にも教えてやらない船長。まあ自分でわかるよってことですね。はい、まずここではないと。はい次。はい、ここでもないと。はい次。あ、ここが一つ目。あ違うね。うん、はいもう一回。一つ目ここ、あ二つ目んでこっちかな、三つ目。 OK で最後手前四つ目。はい開きました。ナイス。これがさ一つ、このコースの一つ目のスターでいい気がするんだよね。Here we go。 ありがとうございます。沈没船一番最初って結構むずくない。うん、ってことあって、23枚目。さあまだまだ行きますよと。はい、浮かんだ船の赤コイン、赤コイン集めですね。さあ今回赤コイン集めていくんですけれども、そう赤コイン集めると同時にちょっとね、あの100枚コインもやっちゃおうかなと思いまして、うん、なので、今回はちょっと普通のコインもねしっかり集めながら行きましょう。まずここのコイン、ここのねコースのコインなかなか集めづらかったような気がするんだよなと。どういうかな、ここ開きます。ここ、あ、OK 1枚目。はい1枚目サクッとゲット。さあ2枚目、ここにさっきのそれだよね。これ使えない、いつ使えるんだっけな。あ、そっか、メタルマリオになってからかな。ああ、やべやべやべ。まあ、2枚目ゲット。おっと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 。さあ、下にも行きまして、そこに3枚目がありますね。3枚目取りに行きましょう。待って、しかし、これ当たる、結構当たる、ダメージ当たると、水中でダメージ当たるとなかなかやられやすいからね。で、ここもコイン取って、コイン取って、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うつぼ怖い、うつぼ怖い。でも、マリオを追っかけてくるわけでは多分ないので。よし、22枚、ナイス。あ、1アップいってますね。ちょっと、そうだ、1アップ、そう、マリオの奇数がちょっと足りなくなってきてるんだよね。あー、逃げられた。まあいいや。で、ここに、はい。あったった、どこに出た。あ、あったあったあった。はい。5、10、15、20、25、30枚ゲット。一気に52枚、これはなかなかいいですね。えい。さあコインを1枚でもいいから集めつつ、えい、よいしょ、いいね。で、さっき言ってたメタルマリオ、これが緑のブロックなんですけれども、このコースではまだ開けられないんですよね確かね。ここもコインを集めて、これで63枚までいきましたね。うん、
いいよいいよ。おとととさあ、ではさっきの、水中に戻りまして、あ、今更だけどここのコースの BGM いいよね。この水中コースのね、でてれてて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 、いやー、そう、なんか懐かしいゲームって基本なんか BGM がいいなーって思ったりすることってありますよね。さあ、次はじゃあこの沈没船に登る感じだったかな。こっちか、先にこっちだな。はい、ここに、赤くん4枚目かな、これもう何枚目かすり忘れた。4枚目だ。でよいしょ、待って、ここをよいしょ、こっち登らせて登らせて、よし。そしてああいいね、いっぱいあそこにあるね、赤コイン。先にこっち行こうか。うん、こっち行きまして、 OK、 これで発動しちゃってください。あれ、じゃあ逮捕の準備にかかります。はい、ウィーっと、そう、ここにも逮捕があるんですよね。完全に水に浸かっちゃってるけど使えるのかなっていつも、うん、そしてこれは、木や棒にはジャンプで捕まります。登る降りるは L スティックで、ZL で手を離します。はいはいはい、なるほど。じゃあということで、この棒に捕まることができるよと。なかなか怖いよね、めっちゃとんがってるし。危ねえ、痛そう。めっちゃ痛そう。でもマリオ平気なんです、すごい。そんなんでダメージ当たるんです。ただこれね、水中の中に入るとね、すぐね体力が回復するっていう、うん、ちょっとねマリオの謎しよう、マリオ64のね。はい、で、今度はじゃあこっち行きまして、パンパンパンと、さあしっかりコインも回収しながら、回収しながら、待って、あ、待ってない、待ってない、なかなか操作しづらいんだよな。ほほほほほ、よし、あー時間切れちゃった。でも87枚まで行ったんで、もう100枚コインはこれいけるんじゃないかな。うん、結構ちょっと時間かかっちゃってますね。はい、スライダーとかがあるとね、結構一気にコイン取れるんだけど、このコースはそれがないんでね。じゃあもう一回パンパンパンとやりまして、よいしょ、でこっち行って、よいしょ、でしっかりここに乗りましょう。ナイス。でこのドクロの書かれてる箱に当たっちゃうと確かダメージ当たっちゃうんじゃなかったっけな。でよいしょ、おっとっとっと、えい、あれ登れない、登って、登ってください。登れない、マリオさん全然登れない、この上。ほっ、よいしょ、登れた、オッケー。これで78と、オッケー、これでスターが出たんだけれども、あと7枚コインが欲しいんだよな。7枚コインどこでもらえる、ちょっと一旦、この沈没船に入っちゃったらダメな気がするから、ちょっと7枚コイン集めていきましょう。どこにあるかな、残り7枚。あ、これなんだっけ、最初のスタート位置。あ、ここにコイン3枚だけかーい。あと4枚どこや、あと4枚、あと4枚でいいのよ、4枚。早速じゃあ大砲の中からなんか見れたりする、見れないか。あ、ここにコインあんじゃん、あった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 、やったー、これで89100枚、ナイスー。でここの100枚コインスター取っちゃって、 Here we go、 ありがとうございます。はい、セーブします。ただここで100枚スター取っても、入り口には戻されないんで、このまま赤コインのスターも取れますよと、そういうことですね。じゃあさっきのスターのところまで戻りましょう。1、2、3、段ジャンプ、あ、またダメだった。OK、 登れました。これで赤コインのスターもゲット、一気に2枚抜き、サンキュー。ふぅ、結構時間かかっちゃったね。よっしゃ、そっか、50枚でマリオの奇数もアップすんのか。チャンネル登録よろしくま。
はい、5枚目、岩の柱へひとっ飛び。はい、これさっきのやつですね。さっきのやつっていうか、ここからよいしょ、入りまして、でそこの先端のところに行けると、ちょっと行き過ぎた、行き過ぎた、こんなとこまで飛ぶんですこんなとこまで飛んじゃうんですか。そうですか、もう一回戻ろう。よーし、ワンモアチャンス。オッケー、しっかり狙って、ここら辺かな、もうちょい、ここどうよ、いけたんじゃない、ナイス。そしてこのまま調整して、これぐらいできるかな、どう、オッケー、スターゲット、最高。はい、さあこれで、岩の柱へひとっ飛びもクリアですね。とで、もう一枚スターがあるんだよね。はい、吹き出す水をくぐれ、これなんですけれども、まあ、この、今の普通のマリオの状態でもいけるはギリギリいけるはいけるんですけど、ただ正直行きづらいっていうか難しいので、これを取るためにはそのさっき言ってたメタルマリオにならないといけないんですよね。でメタルマリオになるには、どこでメタルマリオになるんだっけなまあ泳い取れるでしょうということで、今回はここまでにしたいと思います。また次回、この続きやっていきますので、ぜひお楽しみに。ということで、少しも楽しいと思っていただけた方はチャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いいたします。また高評価ボタンもぜひぜひ押してくれたら嬉しいです。はい、コードでした。次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。